皆さんこんにちは。今回からトランジスタのみで CPU を作るというシリーズを始めようと思います。一つの動画にまとめようかなとも思ったのですが、今までに投稿した動画のコメントでもっと解説してほしいとの声が見受けられたため、いくつかのパートに分けて少しずつ解説しながら制作していくことにしました。そんなわけですので、よろしくお願いします。まずはじめに、この企画での目的はコンピュータの仕組みを理解すること、それと高校時代にこのトランジスタだけで CPU を作ることに挑戦したのですが、挫折してしまったのでリベンジを果たすという目的もあります。そんなわけで今回はパート0ということで、今後の動画を見る上で知っているとわかりやすくなる予習動画となっています。今回解説するのは上記の通りとなっています。それではまず2進数について。そもそも私たちは普段主に10進数を用いています。10進数とは1つの桁につき10個の数字が当てはめられる数え方です。となると2進数はこのようになります。それで、そもそもなんでこのような数え方が必要になるかと言いますと、コンピュータで10進数をそのまま扱おうとすると複数の電源電圧が必要になったり、いちいち信号線の電圧を拾わないといけなかったりと、いろいろ面倒くさかったり、あまり高速動作が望めなかったり、様々なデメリットがあります。ですが2進数の場合、回路内では電圧が高いか低いかだけを測れば良いので、設計が楽で誤動作も少なくできます。まあ、その2進数以上の回路が安定して動作できるのがいわゆる量子コンピュータなのですが、まあ、その話は置いておいて2進数の話に戻りますが、2進数と10進数を変換する場合、重要なのは桁です。10進数は1、10、100、1000と桁が増えるたび10倍となりますが、2進数は1、2、4、8と桁が増えるたびに2倍となっていきます。それで例えば10100の場合、16の桁と4の桁が1なので、16+4、すなわち10100は20と、このように計算します。次は論理回路について。 CPU はこれらの回路を駆使して作られています。それぞれの概要は図の通りなのですが、まずこのノット回路は A が入力、 B が出力となっており、 A が入力されると1を出力し、1が入力されると0を出力する反転回路となっています。 AND 回路、これは A と B が入力で C が出力です。片方でも入力が0だと出力は0になり、入力が両方1だと出力も1になります。OR回路、 A と B が入力で C が出力です。入力が両方0だと0を出力し、入力の片方でも1ならば1を出力します。NAND回路、 A と B が入力で C が出力です。先ほどの AND 回路の出力に NOT 回路をつなげたものです。片方でも0ならば1を出力し、両方1の時のみ0を出力と AND 回路の反対となっています。 NOR 回路、 A と B が入力で C が出力です。こちらは OR 回路の出力に NOT 回路をつなげたものです。両方0の時のみ1を出力し、片方でも1ならば0を出力と OR 回路の反対となっています。 XOR 回路、 A と B が入力で C が出力です。2つの入力が一致していると0を出力し、2つの入力が一致していないと1を出力します。 XNOR 回路、 A と B が入力で C が出力です。 XOR 回路の出力に NOT 回路をつなげたもので、2つの入力が一致していると1を出力し、2つの入力が一致していないと0を出力する XOR の反対となっています。
論理回路は以上で全てですが、このようにノット回路は、小さな丸として省略されることがあります。次はトランジスタについて、一言でトランジスタといっても、様々な種類がありますので、今回はバイポーラ型トランジスタ、と呼ばれるものについて少し説明をします。まず、トランジスタの一般的な役割は、増幅、とスイッチング、です。増幅については、例えばオーディオアンプで音声を増幅したり、無線受信機として電波という微弱な信号を増幅していたり、などの役割があります。そしてスイッチングについては、CPU 内部で複雑なスイッチ群を形成して、計算や画像処理、音声処理等を行っていたり、単に照明やモーターの駆動、などの役割があります。それで、今回の CPU を作る、では、スイッチングを目的として使用します。それで具体的にスイッチングとは、どういったことかと言いますと、電流で電流を制御する、ことです。要するに、先ほど紹介した論理回路を、作ることができます。まあ、見てもらった方が早いですかね。ボタンを押すと LED が光りますが、ここにトランジスタを挟むと、このように信号を反転できました。といった風に回路を構成していき、CPU を制作します。それで、この回路図が先ほどの回路なのですが、まず回路図記号と電子部品についても解説します。抵抗器。これは流れる電流を抑制する部品です。例えば LED に電流が流れすぎないようにして、LED が壊れることを防ぎます。具体的な数値計算はおそらく中学理科で、習うとは思いますが、電圧イコール電流×抵抗、V イコール IR。まあ、オームの法則ですね。今回の CPU 設計においては、決まった抵抗値しか使わないので、割愛させていただきます。押しボタンスイッチ、見たまんまですね。ボタンを押すと2つの接点が導通します。LED。LED には極性があり、A、アノードがプラス、K、カソードがマイナスです。ちなみに足の長い方がアノードです。グランド。簡単に言ってしまえば電源のマイナス極で、この記号同士は繋がっているものとしてみなします。VCC。こちらは電源のプラス極で、こちらもまたこの記号同士は、繋がっているものとしてみなします。トランジスタ。パッケージの平らな面を正面として見たときに、左から、E、エミッタ、C、コレクタ、B、ベース、となっています。ベースからエミッタにかけて電流を流すことで、コレクタからエミッタにかけて電流が、流れ始めるという性質を持っています。それで、この回路ではどうなっているか、と言いますと、まず最初はボタンは押されておらず、左の LED については電流が流れないため、LED は消灯しており、同じくトランジスタの BE 管にも電流は流れていません。それによって CE 管にも電流は流れないため、電流は右の LED へ流れます。そこでボタンを押すと、左の LED に電流が流れ始め、点灯します。同じく BE 管にも電流が流れるため、CE 管にも電流が流れ始め、比較的電流の流れにくい LED は、電流が流れにくくなり、消灯してしまいます。このように先ほどの動作が行われていました。そして、論理回路をトランジスタに置き換えると、このようになります。一つ一つの動作を解説すると、とても時間がかかるため、さすがに省かせていただきます。それで、見てわかる通り、アンドよりなんと、オアよりのあといった、出力にノットがついている回路の方が、トランジスタの使用個数が少ないです。なので回路設計をする際は、そちらの方をなるべく使うようにします。こんなところで回路作成についての予習は終わりです。次はコンピュータの構造についてですが、
一番簡単に表すとこのようになっています。まず入力装置、キーボードやマウス、温度センサー等の各種センサーといったもののことを指します。出力装置、ディスプレイやプリンタなどのことを指します。プログラムメモリ、プログラム命令が保存されたメモリのことで、ハードディスクや SD カードなどを指します。それらはデータを保存することもありますが、今回はプログラムのみです。ラム、パソコンだと DDR メモリが該当しますが、ラムもメモリの一種で、電源を落とすとデータも消えてしまうというデメリットがありますが、その代わり読み書きが高速で行えるため、計算途中のデータの保存などを行います。 CPU、 CPU はこれらの装置のデータのやり取りの中枢を担います。他にも計算を行ったりして、具体的な動きの例としては、 CPU はプログラムメモリからプログラムやるべきことを読み出し、それによって入力装置のデータ、例えば温度センサーの数値やキーボードは今何が押されているかなどを読み取って、 RAM メモリにデータを保存したり、計算を行ったりして、状態や計算結果などをディスプレイなどの出力装置に送ります。実際の動作はもっと複雑ですが、今回の CPU はなるべく簡素な動作にするので、 CPU の動きとしてはこの程度です。それで実際にその動きをするために、 CPU の構造はどうなっているかと言いますと、このようになっています。正確に言えば、これは今回作る CPU の私が設計したオリジナルアーキテクチャ構造ですが、一般的なものとそう大きく変わらないので、これで説明します。とはいえ、見たまんま ROM コントローラが読み取る命令を指定し、バスコントローラが読み取った命令通りにデータを移動させるといった風になっています。それでそれぞれの機能ですが、 ROM コントローラ、プログラム命令には順番にアドレス番号が割り振られており、 CPU が起動すると0から順番にプログラムを読み取り始めなければいけません。その役割を担うのがこれです。他にも条件分岐を行うときに活躍します。RAM アドレスレジスタ、 RAM のデータにもアドレスが割り振られており、どこのデータを読み取るか、もしくは書き込むかを指定し、それを保持し続けます。レジスタ、 RAM よりもさらに高速な代わり、容量の小さいメモリで計算途中のデータの一時的な保存場所として使われます。 ALU、 これは演算装置のことで、一般的に足し算といくつかのビット演算を行うことができます。ちなみにビット演算とは、2つのデータの各桁をアヤアンドなどの論理回路に通すことです。 ALU 用レジスタ、計算したいデータと足し算をするかアンド演算をするかなどの演算の指定データを保持します。データ出力レジスタ、出力データを保持しますと、このようになっています。 CPU の構造は以上です。今回の解説はこれで終わりです。次回からは実際に制作に取り掛かりたいと思います。なのでよろしくお願いします。それでは今回はこのあたりで、ご視聴ありがとうございました。